これは悠久の時代より続く人の意志の物語。喜びの、愛しさの、悲しみの、憎しみの。バベル大陸、この地に生きる全ての者の中に存在する力の根源、アルケミー。人は自然の摂理にのっとり、アルケミーに働きかける魔法を、人工的に術式を組み上げる魔導をそれぞれ得た。さらに人はアルケミーそのものを用いて自然の摂理にさえも干渉、万物を作り上げる術を得た。錬金術、これを行う者を人はこう呼んだ、アルケミストと。その力は人に新たなる可能性を与えた。そして新たなる争いを、過去の強大な英雄たちの魂を召喚し戦わせる術もその一つ。幻影兵ファントムである。やがて世に災いをなす錬金術は禁忌とされ、一部の者によってのみ受け継がれてきた。世界の中心にそびえ立つバベルの塔と、そこに輝く巨大な賢者の石、グラン・エクシエル。アルケミーの中心でもあるこの塔は、長い時の間無数の生と死、争いを見つめ続けていた。昔も今も。おはよう、エルタさん。おはよう、アメリ。今日もお使いかい？はい、ママのお手伝い。ほら、出来たてだよ。あったかい。ありがとうございます。あら、かわいいわね。ママの手作りかい？はい、私の誕生日にって。さ、バイバイって。気をつけてね。はい。あ、何？なんだ？怪我はないかい、お姫様。ありがとう、助けてくれて。あ、どうってことねって。女に涙を流させない、それ以上大事なことなんてこの世にはないんだぜ。ダッサアメリー、アメリー、アメリー、ママ、アメリー、アメリー、ママ、ママ、アメリー。遅いですよ、エルガンさん。早く逃げてください。あ、ありがとうございます。約束だ、アメリー。おっかない連中は俺が懲らしめてやるからな。さあ、早く。ありがとうございます。ありがとう。
こんな時でも口が減らない男だな。余裕のない男はモテないぜ。くただの魔人ではないな。闇の魔人、今までの魔人とは何かが違う。不気味な奴らさ、あれを倒すことが今回の私たちへの命令ってことだよね。よろしく、ニクス、メラ。あなたの時間はここでおしまい。行くぞ。私の剣見せてあげるね。で、世界を導く光に抱かれよ。するなと教えたはずよ。すみません、師匠。師匠はやめてと言ったでしょ。あ、何？あれを見ろ。なんだありゃ。1、2、5つの首の、まさか古の暗黒竜。嘘、奴が生きているなど。デストルーク、あれ、
逃させないのだろう。行け。サイ、囲まれた。このままじゃ。我らの力、この世界の輝ける光と。だがために。そろそろかすみの番。またヒゲッチョに怒られるよ。次、長坂かすみ。田中優子。あ、はい、はい。体育の度に怪我してたら体が持たないんじゃない？大丈夫、大したことないし。おお、なんということだ。ミオ、生と死の狭間は失われた。我らもすでに死に飲み込まれているのではあるまいか。いや、我らは生きていたのか。この命も体も生まれ落ちたその時から所詮は仮初めの。ちょっとごめん、そこだけどさ。かすみ、かすみ、あ、行こう。ゆいは今日もバイト？うん、早く新しいの買わないと学祭に間に合わないし。頑張って。うん、じゃあね。お、うん、おい、おお、かすみも頑張って。じゃあね。うん、バイバイ。長坂、何笑ってる？すみません。よっ。おかえり。何やってんの？料理しなくていいって言ってるでしょ。ああ、うん。はい。そう、連絡あった。契約書まだ田口さん受け取ってないって。どうなってんの？だから先に確認取ってって。とにかく先方には私の方から先に連絡しておくから、データでいいから送って。すぐに内容。いただきます。仕事のスケジュールを調節し、万全のサポート体制を整えたのです。決して簡単なことではありませんでした。しかし試合への復帰、塾から連絡あったけど、懸念
されていた事故の後遺症も見られず、主治医から許可が下りたのです。かすみ、いつもいつもぼーっとして。あ、ごめんなさい。塾からも連絡があったのよ。授業中話を聞いてないって。あんた容量悪くて何にもできないんだから、話くらいしっかり聞きなさい。うん。人よりダメなんだから人の倍努力する。大学くらいちゃんと言っとかないと、後で苦労するのはあなたなんだからね。うん、ごめんなさい。レイのファントムはもう少し。アルケミーカプセルの配置はこれでよし。あとは、うん、夢、うん、なんでこんなに気になるんだろう。何か大事な夢だったような。闇の魔人め、嗅ぎつけやがったか。早くしろ、もう持たねえぞ。分かってます。お願い、世界の運命があなたにかかってるの。詠唱始めます。何時その身に光を宿せし者よ、深淵の彼方より入れ、我らを安寧へと導きたまえ。何時その身に光を宿せし者よ、
くがよい。封じるファントムじゃないのか。ファントム、え、あなた早くしろ。なんだこいつ。わからないけど、とにかく脱出を。目をつぶって、早く。行くぞ。追ってはいないようだ。封じるファントムなのよね。ファントム？何のことですか？え？どういうことだ？もしかして違うファントムを召喚しちゃったのかな。古文書の解読が完璧じゃなかったってこと？あのファントムとか召喚とかさっきから一体？それにあなたたちは？ごめんなさい。私はリズベット。リズって呼んでね。こっちはエドガーさん。ああ。はじめまして、長坂かすみと申します。よろしくお願い。じゃなくて、ここどこなんですか？ここはメロークスの森。え？バベル大陸の寒冷地帯の森の一つ。バベル大陸って、そんな、もしかしてこの世界の子じゃない？俺たちと同じ言葉喋ってるぜ。あれ、そういえばファントムだからかな。別の世界で死んだ人間がファントムに？別の世界？死んだ？ファントム？わからないの？お前の体、光ってるくせに。え？光っ…うわ！え？いい？これがバベル大陸。バベル大陸。さあ、で、ここにあるのが、あれ。世界の中心。バベルの塔、そして賢者の石、グランエクシエル。始まりは闇の魔人だった。ある日突然、世界の各地に現れたの。私の国、ルストブルグにもね。正体を突き止めるために旅に出て、エドガーさんたちとも合流して、
そんなある日、暗黒竜デストルーク、世界を闇に染め、あらゆる光を飲み込む伝説の存在、バベルの塔とグランエクシエルがデストルークに取り憑かれて、私たちの錬金術も魔法も封じられてしまった。そして世界中が闇に。アルマ、レベッカ、お母さん、よせ、お前も取り込まれるぞ。お母さん、そんな中、ある古文書で見つけたの。かつてデストルークを打ち果たした闇を封じるファントムの存在を、わだつみにあった神殿の遺跡で召喚に必要な触媒も手に入れた。それがこれよ。ファントムって死んだ人の魂を召喚するんでしたよね。召喚してどうするんですか？敵と戦う。わざわざ死んだ人を呼んでですか？一体こいつは何なんだ、リズ。ファントムには間違いないけど、特別な能力は持ってなさそうだし。あれ、待ってください。ファントムに間違いないってことは、私もう死んじゃってるんですか？え、死んだ時の記憶がないの？水の中に沈んで、動いてる。こっちの世界に現れる時、新しく錬成されてるからね。新しくってことは、やっぱり私死んじゃったので、リズ、いつまでこいつを出しておくんだ？出しておく？ファントムってのは戦いが終わったらどこかへ消えるもんだ。私消えちゃうんですか？それが消し方がわからないんです。はあ？錬金術で召喚したわけじゃないから、普通とはいろいろと違うみたいなんですよ。古文書には召喚の仕方しか書いてなくって。とにかく今は村に急ぎましょう。やつを置いておく余裕はねえぞ。だからって放っておくわけにもいきませんよ。さあ行きましょう。はあ。わからねえ。触るな！バベルの塔をデストルークから解放しない限り、どうすることもできないの。悔しいけどね。止まれ。え？さあ行くわよ。え？あ、はい。なんかすごい。古代人たちが作った隠れ里の遺跡よ。大臣が。うわ、なんか魔法の国みたい。着いたぞ。え、ここが？あ、エドか。リーズ、戻りました。この娘が闇を封じるファントム？変な服。召喚できたんだよな。
グリード大工も完全に闇に飲まれた。ラストリストは連絡がつかないまま。逃げて帰ってきたって、村に置いとくつもりかよ。君一人ぼっちなの？私と同じだね。パタパタ頑張るね。そうだ、君のことはこれからパタって呼ぶね。キュキュ、よろしくパタ。どうも。一応部屋用意したけど寝る？いや寝ますけど。ファントムって眠るのかわからなくって、そもそも死んでるし。あ、ごめんなさい。気にしないでください。なんかまだあんまり実感ないんで。大丈夫、あなたが天に召される方法がないかちゃんと調べるから。え、またごめんなさい。本当にごめんなさい。本当に大丈夫ですから。でもファントムってすごく偉かった人や強かった人がなるんですよね。私全然普通ですけど。生きてた頃は何をしてたの？普通の高校生。高校生？ああ、学校ってわかります？うん、こっちの世界にもあるから。高校に、毎日学校に通ってただけです。今朝も家を出て、そしたらなんだか不思議な声が聞こえて。それってまさか。で、気がついたら。ごめんなさい。え？それってまだ生きてるかすみさんを私たちが召喚しちゃったってことだよね。そうなんですか？どうしてそんなことに。あなたは闇を封じるファントムじゃない。でも何かこの世界に来た別の意味が。かすみさん、かすみさん。熱出して寝てるって、薬出してやったのか。心配かけちゃって。きっと疲れが出たんだね。これ、私ファントムだし食べられるかな。ここに役立たずのファントムが何にもできないんだと。かすみさんを生き返らせてあげることはできないと思うけど、ちゃんと最後まで責任は持つ。だから私を信じて。食べられた。何にもできないか。言ったろ、村にも余裕はねえって。みんなギリギリの生活をしている。一人増えただけでも大問題ってわけだ。もう何やってんの？ちゃんと前見て歩けよな。まさかあの子たちの家族も？かすみさん？なんだこいつ。知ってる、役立たずのファントムだ。なんか言うかよ。私にも何か手伝わせて。何にもできねえんだろ。普通に掃除とかなら。なんかあったか？細っちいし力もなさそうだしな。
お昼ご飯の支度がまだだけど。お昼ご飯。はあ、またいつもの。毎日毎日飽きちゃうよ。こら、そんなこと言ってたら罰当たるよ。これは？コウラムシの殻。もう中身取っちゃったから食べられないよ。よし。マジか。友達かがり火にそっと。この歌、祈ろう。旅の途中でリズさんも歌ってた。今夜は愛しいあなたに会えるよ。赤揺れた頬の炎は誰が種火つけたのでしょう。さらさら集めて待った恋の妖精のせいでしょう。いっぱいの嬉しい、いっぱいの寂しい、私とさんがいた世界。地球風味の料理美味しいですよね。村のみんなも明るくなったし。まだ消える気配はないのか。うん、でも何とかしてあげないと。さっさと戦いを終わらせる。俺たちにできるのはそれだけだ。召喚術、どこにも間違いはないみたいだけどな。うーん、暗いな。誰か明かりつけて。あ、ありがとう。魔法の力を確かめる？ええ、なぜだかわからないけど、この村でかすかにアルケミーが復活してるみたい。え、でもバベルの塔がデストルークに取り憑かれちゃって、アルケミーが封じられて魔法も錬金術も使えないんですよね。そう、だから不思議なの。あれ、でもじゃあどうやって私を召喚したんですか？魔導装置の中に事前に蓄えられていたアルケミーだけは今でも使えるんだ。備蓄していたアルケミーカプセルをありったけ用意してね。だけど魔法は違う。魔法は私たち人の心や魂をアルケミーに作用させるの。心をアルケミーに？ええ、万物に従うように命じるの。心の中で誠の言葉を唱えてね。飛べ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 、飛んでお願い、飛んで飛んで飛んで飛ぶ、飛びたい。来た、飛べ。
ほんのちょっぴりだけどね。え、これでちょっぴり？それで空を飛べたりできるなんて、完全に復活したらもっとすごいんですね。すごいかどうかはわからないけど。すごいですよ。みんなが魔法を使えるわけじゃないんでしょ？じゃあやってみる？え？いや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 。ピュイ、ヒューイ。あ、パタ？ヒューイ。え？あ、ちょっとだけ。ピ。準備よし。ピューイ、ピューイ。せーの、飛べ、飛べ。よし、飛べ！私の国、ドゥストブルグは特に魔法文化が発達してたから。へえ。だけど、昔の私はダメダメで、学校でも落ちこぼれだったんだ。リズさんが？本当に？ええ。私もダメダメでした。今だってファントムなのに魔法も何も使えないし。それで、リズさんの国は？あ、大丈夫。絶対助けるって決めてるから。リズさん、エドガーさんと出会ったのもドゥストブルグでなんだ。昔はあんな人じゃなかったんだよ。お調子者で情に熱くて涙もろくて軽口ばっかり叩いてた。エドガーさんが？貸して。あ、はい。女に涙を流させない。それ以上に大事なことなんてこの世にはないんだぜ。ゲゲ、何ですかそれ。昔よく言ってたんだ。うわ、マジヤバ。エドガーさんがそんな人だったなんて。エドガーさんは人々を助けるためにあちこちで闇の魔人と戦って、大変な思いもいっぱいしてたみたい。ここが魔法の気配を察知して、魔人どもを村に入れるな。奥にシェルターがあるから、かすみさんはそこへ。え、リズさん、行くよ。飛べ。まだダメか。
ドガーさん、ありがとうございます。戦えねえやつが無茶すんな。召喚されたのか。闇に飲み込まれている。闇ではない。これは無。全てを無に帰すということ。咲かまく時の中でその恐怖を知れ。抱かれ。サイ、貴様。甘いな。弱すぎる。小娘は本当に？ならば確かめるまで。逃げて！もろすぎるな。まがいものか。生きたい、もっと生きたい。
もっと行きたい。少女の力。カスミ、闇を封じる光の魔人を召喚したのか。きっとそれがカスミさんの力。カスミさんは、そう、光のアルケミスト。ここは引いた方が良さそうだな。僕らの精神に触れた。デストルークが警戒したのは間違いではなかったようね。脅威は取り除かねばなるまい。カスミとデストルークを戦わせる。彼女こそ闇を封じるファントムに違いない。闇を打ち消す光の力を召喚した魔人を使って増幅しているみたいですね。でも本人は夢中だったからあまり覚えていないって。力の制御もできていないみたいだし。しかしこのままでは世界が。昨夜の戦闘で我々のアルケミーカプセルもそこを突きかけている。もう他に術は。やはりカスミに戦ってもらうしかないのでは。ごめんなさい、無茶なお願いだって分かってる。でも自分に本当にその力があるのか分からないけど、私にできることがあるなら。補給班準備する。アルケミーカプセルありったけ詰め込め。向こうで他の仲間と合流するから。これかすみさんを召喚した時に使った触媒、なくしちゃった髪飾りの代わりに。はあ、ありがとうございます。うん、バッチリ似合ってる。村のみんなは。ここはバレちゃったから少し離れた隠し倉庫に避難するの。お見送りに来てくれたの。悪いやつをやっつけに行くのかよ。え？うん、約束する。もうみんなが怖い思いしないようにするって。よかった。せーの。え？みんなで集めてきたんだ。かすみのために集めたの。集めた集めた。ちょっと酸っぱいけど元気出るぜ。ギョイ、ありがとう。みんなありがとう。かすみ頑張れ。頑張れ頑張れ。闇の魔人なんかやっつけちゃえ。体に気をつけて。ありがとうございます。みんなの分も頑張るからね。できるかどうかわからない約束は軽はずみにしない方がいいぜ。え？
どうしたんですか？いや、なんでもない。見せてみて。この間の戦闘で？これくらいどうってことねえよ。魔法が戻ればこれくらい直せるのに。呼んでる？どうですか？ああ、痛みが引いてきた。この薬草のことを知ってたの？ううん、全然。じゃあどうして、なんとなく花がエドガーさんの傷を見ていたような気がしたから。花が傷を？へえ。あの、ザインっていう人たちもファントムなんですよね？うん、獅子王の進撃の頃の偉大な戦士。前はよくエドガーさんがザインさんを召喚してたんだけど、今はデストルークに召喚されて本当の自分を失っちゃってるんだと思う。じゃあデストルークがいなくなれば、あの人たちも元に？うん、多分。どうかしました？はあ、やっぱり美味しい地球風。よかった。お母さんには危なっかしいから料理するなって言われてたけど。お母さん心配性なんだね。私があんまり何にもできないもんだから見ちゃいられないって。え？本当に自分でも呆れるくらい容量が悪くて、何にもできないんだから余計なことしないでって怒られてばっかりで。何にもできないことはねえだろ。デストルークと戦うと自分で決めた。それだけできれば十分すぎるぜ。エドガーさん、ごちそうさん。料理の他は？地球でやってたこととかなかったの？え？ちっちゃい頃はお芝居とか好きだったけど。かずみさん役者さんだったの？まさか有名人？違います。子供の頃ごっこ遊びっていうか、お話を演じるのが好きで、幼稚園のお遊戯会や近所の公園で。うわ、すげえ。今こそ悪しき竜を倒し希望を取り戻す時。我が命を世界の、いや、ただために。何日も意識不明になっちゃって、それ以来やめたんだ。え、どうして？お母さん心配させたくないから。お母さんがやめろって？将来のために勉強した方がいいって。本当はお芝居やりたいんじゃないの？話してみたらきっと分かってくれるよ。だってかすみさんのお母さんだもん。いや、本当に全然ちっちゃい頃の話だから。でもありがとうございます。この世界に来て正直、うわマジか、どんな罰ゲームって思ったけど、でもリズさんに会えてよかった。私も。エドガーさんも。ついでかよ。え、いや、そんな。お母さんどうしてるかな。バベルの塔に近づくにつれて闇の魔人が増えている。ええ、しかも前より大きくなって。
ねえ、どうするんですか、これから。何？誰だ？木々も風も黙り込んでいる。この大地が完全に闇に飲み込まれるのも時間の問題だな。ティナさん！久しぶり、リズベット、エドガン。佐賀地方はどうなんだ？みんな懸命に戦ってはいるが。そうか。あなたがカスミ、光のアルケミストか。話は聞いている。え？霞の中を吹く風に他のファントムたちのような強い力は感じない。しかし彼らにはないぬくもりのようなものを感じる。これは一体？ティナさんは風のシャーマン。自然や精霊と気持ちを通わせることができるの。アルケミーが封じられる前は未来を見ることもできたんだよ。どうか許してほしい。霞には想像以上の苦しみを与えることになるだろう。それでも我々にはあなたの力が必要なのだ、この世界のために。何なんだ、あいつに聞かせたくない話って。古文書から新しい事実が判明した。闇を封じるファントムがデストルークを打ち消す存在に間違いない。ただ闇を封じると同時に完全に消滅してしまうようだ。完全に消滅？それじゃあ霞を再び召喚することもできなくなるということだ。なら霞は、そんなことできないよ。そうだよね、エドガーさん。カスミさんを完全に消滅させちゃうなんて。まさか、エドガーさん。そんなのってない。エドガーさん本当に変わっちゃったんですね。昔のエドガーさんなら絶対反対したはずなのに。お前もな。え？昔のお前なら世界も霞も両方救ってみせるって言ってたはずだぜ。私たちはあまりに多くを失いすぎた。この世界のために霞さんを消滅させるしか。霞さん消滅、この世界のために。聞いて、かすみさん。そうですよね。私はもう死んでるし、元の世界に戻れるわけでもないし。いけない、このままでは力が暴走してしまう。この世界のために、私が。落ち着いて、かすみさん。私は共に参ろう、無の彼方へ。カスミさん！カスミ。ここは闇だ。お前自身の中にある闇そのものだ。どうした、パタ？霞のアルケミーを感じたのか？万人の中に等しく闇は存在する。
今我らが胸に宿りし怒り、憎しみ、悲しみが全て我らのうちにあったもの。ただ静寂の中、闇に抱かれただけ。そして知った、闇なる者の体内、母なる子宮のぬくもりをよ。かつて生をもってこの世界に存在していた頃、僕らは人々のためにこの力を使っていた。死してもなお召喚され、戦って戦って戦い続けた。一体何のために？またエドガーたちの味方をするのかと尋ねたな。我らは味方だったことなど一度もない。ただ召喚され、命じられ、戦っただけ。お前も利用されようとしていたのではないか？ここに役立たずのファントムが？何にもできないんだと。何にもできないんだから。心の闇に身を委ねるがいい。我らと共に歩むのだ。ザイン、てめえ！霞をさらえと命じられたか？命じられてはいない。デストルークは僕らに自由を与えてくれる。
私たちは自らの意志で力を貸している。ファントムが自分の意志で操り人形が勝手に動くなんてありえないとでも思っていた。デストルークはこの世界を無に帰し再生させようとしている。死者と生者がいびつに交わるこの世界を終わらせることでな。人間に何ができる？私たち死者を呼び覚まして。正義の名のもと醜い争いを繰り返しているだけじゃないか。全てを無に帰せば私も消える。だが我らファントムは元より歪んだ存在。我らの存在を塗そう。誠の平安を築くために。久しぶりだな、お姫様。悪い、あの時の約束まだ果たせてねえんだ。ヘドガーさん、ここって。ああ、デストルークが初めて現れた日、俺たちはこの村で戦っていた。だが、ザイン！逃げろ！お前はここから引き返せ。さすがに俺一人じゃどうにもなれないしな。こっちの都合で呼び出しといて悪いが、ま、あとは自由に生きるんだな。エドガーさん、まだ闇に飲まれてねえ土地もある。運が良けりゃなんとかなるだろう。じゃあな。ふざけないで、ふざけないでください！私を怒らせて
これ以上巻き込ませないつもりですか？はあ、何言って。そうやって私を逃がしておいて、自分は一人でデストルークと戦うつもりですか？ふざけないでください。リズさんも、リズさんもティナさんもいなくなっちゃって、一人で何ができるって言うんですか？てめえには関係ねえ。これはこっちの世界の問題だ。そっちが勝手に召喚したくせに、戦えだの消滅しろだの言っておいて、今度は逃げろだ。いい加減に。これは戦いなんだ。てめえみてえなド素人に。バカ！かすみ。女に涙を流させないってやつですか？そんなんじゃ。かすみ。男の人に守ってもらう必要なんてありません。一人でカッコつけて勝手に、勝手に全部背負い込まないでください。かすみ。なら彼女を連れ脱出できると信じていた。エドガー、やっぱりお前だったか、ロギ。カスミ、ティナさん、よかった。リズさん、リズさんは癒しの洞窟を見つけた。パタがそばについている。無事なんですね。だが闇に飲み込まれかけている。闇を自分の体内に取り込むことでカスミを救ったんだ。デストルークを倒さない限り、もう二度と。大事な話をカスミ抜きでするべきではなかった。許してほしい。手荒な真似をしてすまなかった。俺はロギ・クローリー。すでに仲間たちが総攻撃の準備を進めている。デストルークを倒し、バベルの塔とグランエクシエルを解放するために。その身を犠牲にしてくれと頼む権利も資格も俺たちにはない。だがこれ以上罪なき民の命を失わせないためにも頼む。カスミは力を使えなくなった。本当なのか？なぜ？あの時カスミは身も心も闇に飲まれかけた。まさか光を失って。やります。また力が使えるかどうか分かりませんけど、リズさんのためにも。しかし力が使えたとしてもカスミの命が絶対消滅しちゃうって決まってるわけじゃないんですよね。それはそうだが、じっとしてても世界は滅んじまうんだ。そうだな、他に道はない。君に世界の命運を託そう、カスミ。その後、あの少女の反応はない。力を失ったのかも。あの男のことは分かっている。エドガーは来る、必ずな。ロギ、刹那さん。ロギ、心配するな、覚悟はできている。これで戦うんですか？ああ、ないよりはマシだ。
した殺した私を殺せ殺したどうした？いえ、何でもありません。行くぞ。はい。解放同盟全軍に告げる。決戦の時は来た。光のアルケミスト、霞の力によって闇の魔人を味方に変え、デストルークの本体へと接近。これを叩く。我らの総力を挙げて光のアルケミストを援護せよ。ここは食い止める。先を急げ。ロギ、ロギさん行け。信じろ。切なさ、油断するなと教えたはずよ。お願い、届いて。私の中に力があるならお願い。捕まれ。エドガー、残念、これにて終了と。オティマ、ディオス、行け。エドガー、あなたの中の闇がそうさせるのですか。君の中にだって闇はある。だから全てを無に帰し、あるべき姿に戻す。それこそが正しき断り。そんなこと。この世界を変えるためならどんな犠牲もいとみませんよ。
もう少しだ。我らの力がなければ戦うことすらできぬ愚かで無力な人間め、闇に抱かれろ。私の町、ユイ、これ持ってきたのよ。はい、ここまでだね。もう終わりだ。これ以上無駄な血を流す必要もあるまい。まだだ。まだ負けてねえ。俺にはわかる。霞はまだ戦ってんだ。本当のあなたの剣はこの程度ではない。闇に落ちたあなたの剣など、人の大地の風のために。一人でカッコつけんなか。だがよ、俺は男なんだ。男がカッコつけなくてどうするよ。女に涙を流させない、それ以上大事なことなんてこの世にねえってな。格好はつけさせてもらうが、お前の言う通り一人じゃねえ。お前と一緒だ。何、俺も一緒に戦う。二度とお前に涙を流させねえ。カズミ、思いを隠して必死に、きっとロギさんもティナさんもリズさんも、そしてお母さんも私のために。だから心配かけちゃいけないって、お母さんの言うこと何でも聞いて。何、間違ってた。ちゃんと話さなきゃダメだったんだ。本当の私のこと。
ている。言い訳にして何にもできないって決めつけてた。だけどみんなも自分の弱さや傷と向き合って必死に生きてる。かすみ、私の弱さも傷もみんな抱きしめて。まだ痛む、この痛みは消え去れ！カズミ！カズミ、ペガサス、パト、あなたパトなの？ありがとう、助けてくれて。立派なことを思って生きてるわけじゃねえよ。明日の飯どうしようとか、あの子と付き合いたいとか、大抵はそんなもんさ。それでもそんな思いすらねえ全くの無の世界よりよっぽどマシだぜ。あなたたちがこの世界を守ろうと生きた思いを無駄にはしない。俺たちが必ず繋いでみせる。だから目を覚ましてくれ、セツナさん。そうか、この痛みはみんなの。生きたい、もっと生きたいって。私も同じ、もっと自由に自分の命を生き抜きたい。光の魔人がカズミ、やったね。
たぜ、カスミ。光のアルケミスト。しかし力を失ったと聞いていたが、カスミは闇の魔人たちの心と触れ合っていたんだ。きっと分かってあげたんだよ。村で魔法が復活したのもカスミがみんなと心を通わせたから。そうか、カスミは光のアルケミストじゃなかったんだ。みんなの気持ちに共鳴して寄り添う、相手を倒さず理解しようとする、カスミは共鳴のアルケミスト。カスミ、ありがとうね、アタ。共鳴のアルケミスト。俺たちはただ倒そうとばかり考えていた。ファントムを召喚し、戦いとだけ命じて。何を今更。許されるとは思っていない。だが今までの無礼を謝罪したい。申し訳ありませんでした。刹那さん、これからも俺に厳しく稽古をつけてください。お願いします。生意気な口を聞くようになったものね。刹那さん、我らがファントムとして召喚されたのは戦うためではなく、思いを、願いをつなぐため。しかと届いたぞ、お前たちの思い。ザイン。カスミが消滅する。消滅？バカな。来るぞ。戦いと命じたいのか。もうあなたたちに命令なんてしない。この世界は俺たちが、ここに生きる俺たちが守る。消えるなり見物するなり好きにしたな。来い。好きにしろって。おっと危ない。動きもさせてもらいますよ。気にね。この戦い、我らファントムのためにも。くさびから解き放たれし我が力、受けてみよ。今は己の思いに従うのみ。行くぞ。ええ。
私も。場所にいた。時間と空間を超えてあの人の心の中に入り込んで助けたかった。なのに夢だと思い込んで憎んでいるんだね、私たち人間を。安らかに眠ることさえ許されないことを。まずい。みんなのために。
私の思うまま、今この時の私のために。あなたの思い、ありがとう、一緒に飛んでくれて。ありがとう、みんな。かすみ、かすみ、助かったのか。リス、カスミ、またいつでも呼んで。それがこの世界の、だがために必要な戦いであれば力を貸すよ、刹那さん。俺はこの世界に生きる者たちを、その思いを守り続ける。ええ、私たちも。霞が命がけで守ったものをな。そして男の涙も女の涙も、世界中の涙って涙をまとめて乾かしてやるからな、霞。光と闇、生と死、大いなる輪は再びつながり、均衡はよみがえった。お母さん。